かつて全世界の格闘家たちに最も恐れられた空手家大山増達、実戦なくんば証明されずという信念に基づいて、いかなる時も真剣勝負で戦いに挑み必ず打ち勝って、その力と技と精神を実証してきた。あらゆる格闘家たちに圧勝し、向かうところ敵なしとなった大山が次なる相手として選んだのは猛牛だった。47頭の牛を倒し、覇者王道を遺憾とする大山の追求した一撃必殺の空手は、極真空手として世界にその名を轟かせた。大山増達が勝ち取ってきた地上最強の王座は、世界各国の弟子たち